マツダが11月18日、米国で開幕するロサンゼルスモーターショー14で初公開する CX-5 の改良モデル。同社の画像がリークされた。これは11月7日、フランスの自動車メディア。 ワールドスクープが公開したもの。同メディアが CX-5 の改良モデルの公式画像を発表前に独自入手。読者に向けて公開している。 GX-5 は2011年秋、フランクフルトモーターショー11で発表。日本国内では2012年2月に発売された。デビューから2年以上を経て、ロサンゼルスモーターショー14では、 初の大掛かりな改良を受けた車両が初公開される見込み。同メディアが公開した画像は、ロサンゼルスモーターショー14で同時発表予定のアテンザの改良新型の流出画像と同様、販売店向けの販促資料とみられる。流出した画像を見ると、新デザインのフロントグリルやヘッドライトなど、改良新型 CX-5 の特徴が見て、